우리 소야. 하지만 너희 유단시다. 이었어. 19セット目やね。19セット2407枚。うわっ、きっつ。マジで言ってんの、19って。やってないなぁ。でもこれもろもろやって、もろもろやってまだ2時よ。もう一回フリーズ弾けるまであるもんな。いやでもね、なんかすごいパッと見だけで状況よく見えんねんな。オープン時間早いとはいえさ、普通のホールディオって今3時半よ。半分くらいの台、初当たり10にかかろうとしてるもんな。いや、ある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 。あるよ、もろったね。よし。スイカに初ヒーターだったね。うわ、だらそか。669ゲームはハマったね。スイカからの当選。持ちメダルが約1500枚。1000枚ぐらい使っちゃった。ちなみになんですけど、オーラの色見たくない人、北斗トレイ揃える。ずっとケンシロウが登場せずにボーナスが始まりますと。だからまあ思わないですよ正直。ただ白ばっか見てちょっとうわもうまた白かよって思うようになったらこういうのもあるよっていう。ただあれ以外は全部オーラ出んのよ、もう左から押しても。シューザーチェリー頼まい、多分 50% ぐらい割ると思うんだよね、バトル発展自体は。3、もういっちゃ、よし、もらった。あ、しかもこれロングってことはアンビバー。うわマジか、これねアンビバーなんで当選確定プラスこれ共闘なんですよ。だからここはもう時出てきてって感じ、時出てきてって感じ。いやまあそうよね、シャオよね、そりゃそりゃそう。いやでもいいよ、これで1セット目から無双転生バトル行く可能性があるからね。さあ頼むよ。トッキね、これどうやったっけな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、キャラ矛盾したんでこれチャンス、無双転生チャンス以上。これ何か引いとこ、一応なかった。いやでもあるある、とりあえずある。うわマジか、それはあかんわ。そして初めてキャラ矛盾で無双転生チャンス以上確定かと思いきや違ったということが分かりました。よし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 、大丈夫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 。いやこれはまずい。おお、なんかねうる覚えだけど、初代なら食らった時に雲が動いてない時に一番ピンチなんがパンチの時やね。だからそもそもラオウのパンチなら避けて継続、雲動いてて継続の振り分けが大きいから、雲が動いてへんかった時相対的にめっちゃやばくなるのよ。
で、ゴーシュワハは基本自力立ち上がりがほとんどっていうか継続率依存やからないこともあるから、そう、復活が一番多いのがゴーショーハ。キックと一緒やったかな、合わせたけど。いやー、なんかやばい気はした。さあ、弱水化でどうにかなってへんか。サンセット411枚、なし。さあ、持ちメダル1900枚、こういう戦いが続くよね。8点、え、当たりじゃない？そうね、カウンターつかずに8点は当たりやったと思う。ということで471ゲーム、しかも天国でもなかったところのチャンス目からヒット。さあ、持ちメダル約1200枚。おお、びっくりした。さあ、あ、最悪や、やっちゃった、すいません。ということで、シローラ、さあ、単発だけはマジでごめんよ。 84% は89% 継続。いや、大丈夫。よし、北斗姿勢なし。ちょっと嫌な予感するよ、嫌な予感するよって。マジで頑張って。いや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 、やってない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 、やってません。いや、やっちゃった。あ、ちょっと待って、今遅れたぞ。1ゲーム目、気のせい。あ、そうよね、1ゲーム目ジャギスタートで、1ゲーム目にチュナチェリー。遅れは、中段チェリーはボーナス。結構熱い。ただ当たってなさそう。よー、あるよ。 OK、 もらった。2ショートはリプレイ対応やから、対応役無順。3ショートはスイカ、キリングアラステチェン。あ、トキ、トキだこれ、あのランプ緑のやつ、これ多分トキ出てくるよ。うい、25ゲーム、チェナチェリーからお願いします。ちょっと北斗トレイン、なんか分からんけど、北斗トレインちょっとリベンジさせてください。さて、下段とかどう。えい、シローラ、いや、そろそろ復活ある。今日多分1回も復活してへんのちゃうかな。2セット243枚ない。お前が思っているほど北斗神拳は無敵ではない。いや、ちょっと遅かったかもね。ほぼほぼ天国でしょうっていうのを確認してからリプレイ5回引いたかな。300あるよ、374ゲーム、リプレイなら当たり。 OK、 もろた、間に合ったっぽいね。さあ、着地にこぼしましたけども、391ゲーム。さあ、ちょいハマりしたところで持ちメダルは1053枚。さあ、オーラは白、初当たりが10回目。
上昇し継続確定している状態からの中段チェリー、どうにかなり当たった、多分チェリー引いたから当たったっぽい。さあパンチヒットなんで無双転生チャンスの期待度が 20% ぐらいかな。頼む行ってくれ、行かずこんにゃろ。ただ継続率上げた可能性はあるよ。よし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 、とりあえず最低でも継続。そんなやわな君でこの体に傷一つ。基本ケンシロウでできてラオウ出てくるのにそれが逆の違和感のやつ、これ多分そうね。おいいね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 、当たっちゃえ、ガード当たれば何 40% 弱ぐらい期待度あったよ。そんなやわな君はこの体に。さあバトル後 BGM 変わりなさい、変わらず。おし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 、画面ラグ、これは大丈夫。ノービージーム変わらず、やだな。お願い耐えてちょうだい。さあどうだ。はい、ということで6セット671枚けない。まあまあまあぼちぼちというところでした。はい、オーラは青。はい、単発今日4回目とかかな。150枚409ゲーム中国チェリー。いや天国止まりか見間違い、 ある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 、オッケー、おった。えマジで、あでも消灯してない。ありがとうございます。さあプレミアボイスということで438ゲーム、お酒チラチリから持ちメダル約1200枚。いやちょいプラスをなんとかずっとキープしてるって感じ。しろ、今日はなんかいい色が見れておりますね。12回目おー100列券強水化頼むで、もう一回、よしよしよし、進化いきます。ナビなし、いやー芯じゃなければね 50% なんですけど、芯なら 10% ちょい。ただちょっとチャンスアップ、なんとかなってろ。おしよ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 し、さあ 45% ぐらいかな芯なら。いやーいい、うっそ、I'm not going to be able to do it.
ぶちかませ。そんな柔らかいこの体に傷一つ。さあ、中段チェリー、よっしゃ、でも進化、いや、いけるいける、さっきも倒せた。うわうわ、これもらった、なんか引いたぞ。え、リプレイ。ああ、すみません、ありがとうございます。いやー、ちょっと共闘ならず。さあ、V ストックはアリと先制でナイス。さあ、攻める蹴り、蹴りでね、パンチ当たらず、ミヤロどう間に合ってない、間に合ってない、なんかどれかなれならず。いけるいける、主剣士郎、よーし、上手。あのバトル中何回かレアク引いてるんで 79% 継続くらいならあるかもね。さあ、我慢。おいおいおい、いや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 、ちょっと待ってくださいよ。よし、いい感じじゃないですか、ケンさん。いや、これはちょっとね、適当どうしたから強水化とは限らん。ただ強水化引いたでしょ、強水化引いてプッシュ。いや、 BGM 変化の確率変わってんのかな。あの BGM 変わるタイミングが5710なのよね。3分の1、4分の1やったらさ、変わらへんすぎりゃ、そこの間短いのに。やっぱ2分1だと思うねんけどな。あー、豪勝波が見えた。いや、いけてるいけてるいけてる。なんだ、立つまであるよ。いや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 、そろそろリンさんいいですかね。今日1回も出てきてないんですけども。あかんねや。まあぼちぼちといったところで、まあ、現在持ちメダルが2000枚弱。うわー、いいねー、レア役でもよし。あ、ここはレア役じゃない方がいい。レア役否定でバトル発展はもうあっちっち。いやー、そうよね。いやー、惜しいなー。ま、さすがにこれではもらったっしょ。確かに。いや、ここだったらややこしいな。スイカの可能性もある。いや、さすがにまあまあ、チーターチェリーやとは思いますが、322ゲーム、まあなんとか中ハマりぐらいで済みましたと。323ゲーム、しかも通常時の出現って初だったよね。同ボーナス本前兆中にぼちぼちで引いたよ。ダメか、
サセット263枚リンちゃん、さあ3ゲーム弱追加。よしよしよし、ジャギステスタートが本物なら結構もらってんぞ。天国スタートよろしく、通常から追加で上がってっていうパターンもある。よし、さすがにね。さあ速攻で当たってくれました。と32ゲーム貴様には地獄すら生ぬるい。緑ぐらい欲しいな、ちょっと青。いやー単発119枚おらんよな、おらんよな。持ちメダルは1850枚。ういっ、さあということで874ゲームえらいハマりました。今日一のハマり。残りメダルが今850枚ということで、なんとかプラスキープしております。さあほら今日黄色までしか出てない、黄色。さあ残り時間もほとんどありません。これ伸ばさんとどうにもこうにも。さあボーナス15回目。よし、ナイスケちゃん。これで79以上、とりあえず当たりゃ無双転生チャンス。いや当たりゃってか当たるわ、これはこれはこれは当たる、これは関係ない、関係なくはないか。これは全どうですか。さあ勝負どころ来たよ今日の。これ成功させて閉店まで行くよ。ラスト3。ラスト。くっそー、マジかー。追加だったかもしれんし、今何か引いたかもしれんし、これ確か本前兆のはず。よしよし、メッセンジャーも激アツ、続けば続くほどいいキャラになる。ここ越えたらジャギあるよ。さあ、オッケー。じゃあ超大事。さあベルベル、行けたっしょ。オッケー。さあ 40% で京都。でスイカあと2回引いてるんで、多分それの前兆。オッケーオッケーオッケー、ウィグル。もう一個もらったこう。涙しオッケー。うわ、外れはいかん。オッケー。
しかも、え、あ、違う、あ、でも京水か。さあ、Vストック2個と京都、もう1個は、もう1個はさすがにない。さあ、Vストック2個持ってルアレイね。さあ、今からレイとのバトル。さあ、当然これラオの攻撃の方が熱い、熱いっていうかチャンス。いいよいいよ、食らっちゃいな、食らっちゃいな。で、立ち上がったよ。レイレイ、うわっていってね。オッケーオッケーオッケー。これでさあ、アイリー復活。え、違う、マミヤ。そうか、アイリーなら無双転生チャンスの大チャンスやった。ただあるよ、それあるよ。強水化引いてんで、ない。いける、キックならいける。大丈夫、いや大丈夫、大丈夫、大丈夫。さあ、ということでとりあえず8セット827枚。うえ、俺の名を言って。さあ、ということで本日初のジャギ。いって、どうや、決まるか。864ゲームで中断シリー、通常っぽいところでの弱水化、さらにそのあとチャンス目からの中断シリー。頼まい、よし、あるぞ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 、よしよしよし、これはある。で、1ゲーム何もなしで、この次のゲームまた服脱げしたら例のパターンですね。そう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 、特殊前兆みたいなやつ。吹き当たってるということで、893ゲーム、相当ハマりました。よろしくお願いします。さあ、よろしくお願いします。さあ、キロ、おそらくこれがラストチャンスになると思います。さあ、マジでお願いします、キロラ。今日結構続いてるから。継続確定ね。で、今レイアーク引いたんで演出書き換わったパターンで、なんか出す、なんか出して。よい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 よ、当たれ。この体に傷一つつけること。いや、マジか。なんとかだな。2セット200枚。お前が思っているほど
ティ終了後1ゲーム連がないことだけ確認したんですが、時間が来ましたのでここで終了になります。僕の手ただい設定なんですけども、トータル8391ゲーム回しました。子役確率が中段チェリー 182.4 分の1、これが設定6以上で、ジャックスイカが 95.3 分の1、これも設定6以上と、子役はかなり引けました。で AT 終了後の、セリフなんですけども、リンとバット、合計で、16回中の12回で、シンが4回、ジャギが1回、これがまあこんなもんといえばこんなもんなんですが、ちょっと手応えある台打ってる時はもう 2,3 回ジャギだったり、アニミは1回2回は聞けたかなっていうところもあるんで、まあ、少し弱いかなと思います。で AT 終了後の、モード移行なんですが、まあ、はっきり天国って分かってるのが、16回中の2回で、まあ、もう1回天国あったかなっていうところで甘めに見て3回、16分の3、3分の1ぐらいは天国スタートしてほしかったなっていうところで言うと、モード移行もちょっと、かなり弱めで、あとは、まあ、店内状況的に北斗半分ぐらい、挙動のいい台もあったんで、まあ、僕の台もまあ設定4はあったんじゃないかなというところで、僕なりの回答にしたいと思います。あとはスイカ10回こぼしました。お疲れ様でした。回収が556枚でした。前回負けてしまいましたので、本日から10連勝を目指して全力で頑張ります。ゼーンツ、よし、ナイスゼーンツ。本日の結果、投資460枚、回収が556枚、サマイがプラスの96枚という結果になりました。ということで、本日愛知県ということで朝の9時から、まあ、現在22時回ったところまで、いつも以上に目いっぱい打ちましたというところで、プラスの96枚、また器用に勝ちましたねというところなんですけども、いや当然ね、 いろいろありましたから、なんか負けた感もあるのは分かります、分かりますけど、あの前回前々回とね、もうどうにもこうにもならんかった中で、ようやくっすよ、なんからしいものを弾けたじゃないですか。っていうところでは、なんか次につながるプラス96枚やったんじゃないかなというところで、まあ、ここからね、エンジンかけて、頑張っていきたいと思います。本日勝利することができましたので、次郎との直接対決まで残り9連勝、次回も全力で頑張ります。ぜーん、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録しないと10万負けるぜ。